ハッピーワールドは、竹下健次郎による漫画作品。ウルトラジャンプ2000年6月号から2006年7月号まで連載されていた。単行本全11巻。また2002年から2003年には、全3巻の OVA が制作された。本作品の特徴は、王道的展開である。登場するメイン、サブヒロインのほとんどが主人公に恋愛感情を持ち、 最終的には争奪戦に加わるというのがほとんど。同時に幸せや生命という重いテーマや CG を多用した激しい戦闘シーンも盛り込んでいる。休館以降、主人公とヒロインの出生に関するエピソードから物語の展開が大きく変わり、パレスチナ問題をモデルにしたとされるパルメキア編では内乱や虐殺を通して神は なぜこのような世界を作ったのかというテーマを描く。前半、終盤、終盤と絵柄も内容も大きく変わり、さらに各話でのテーマもバラバラである。なお、作者は途中で路線変更した理由について連載中にアメリカ同時多発テロ事件が起こったことをきっかけに幸せとは何かについて考えるようになったからだと述べている。掲載時、 読者に対するサービスを重視する傾向にあった。それは単行本での描き足し、カバー裏のピンナップや読者投稿コーナーなどが充実する結果になった。神様は幸福と不幸を平等に人に与えると言われる。だが、この世にたった一人だけ不幸しか与えられなかった少年、大村武氏がいた。生まれてすぐに母親を亡くし、父親は自分を捨て、 それからというものはずっとおばの家で暮らしてきたが、3年前に、あることが理由で、家で、再び一人暮らしとなる。ある日のこと、数日前に、家が火事となり仕方なくおばの家に向かう大村氏。その日もいつものように不幸な出来事が続く。小石につまずいて転んだ拍子に、犬の糞をを掴んでしまい、公園で手を洗っていれば、蛇口が外れびしょ濡れに。 さらにその蛇口を放り投げれば、犬に当たってしまい、追いかけられ、うさばらしに電柱を蹴ければ、上からトランスが落ちてきて、重傷を追い天国に旅立ちかけたとき、自分を不幸から守るためにやってきたというエルと名乗る、少女に出会う。この少女との出会いが、自らを待ち受ける数奇な運命の始まりだとは知らずに、今日も不幸な少年、大村武の超王道ラブコメな毎日は続く。 天使が堕落した存在。展開から脱走した、ー間、完全に悪魔化した、ダマに区分けされ、悪魔化した、才の葛藤や憎しみから、影男という怪物を生み出してしまう。2001年2月24日、初版発行 ISBN4 から08から87万6128から62001年10月24日、 初版発行 ISBN4 から08から876,222から32002年5月22日、初版発行 ISBN4 から08から 876,305X2002 年11月24日、初版発行 ISBN4 から08から876,373から42003年8月24日、 初版発行 ISBN4 から08から 876,482X2004 年2月24日初版発行 ISBN4 から08から876,575から32004年6月23日初版発行 ISBN4 から08から876,632から62005年2月23日 初版発行 ISBN4 から08から87万6733から02005年10月24日。初版発行 ISBN4 から08から87万6845から02006年3月22日。初版発行 ISBN4 から08から87万7060から92006年7月24日。 初版発行 ISBN4 から08から877,121から4すべて単行本一巻の内容である。どうしようもない僕に天使が降りてきた、チェイス・ザ・チャンス・オーバー・ザ・レインボー。ありがとうございます。